の子のために私この子と暮らし始めて1週間ここでの生活には慣れてきたみたいだけど時々見せる表情が気になる何か力になれたらいいんだけどこれ私が新米だった時に使ってたものよつけてみる？ほら、こうやって結ぶのよ毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの強くならなきゃって小さい時から強かったんじゃないの？いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり一人で何とかしようっていつも焦ってたはっ！その蹴り技、あの男。あの男？まさか、どうぞ。君は何も知らないのだな。答える気はないってことね。それなら。君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかし、つぼみが開く時を待つのもまた一興か。父さん。ICPO のチュンリーだったな。ここで何を？シャドルーの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。まさか一人でか？許可が降りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと、市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ。気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそ空腹を積んできたの。チュンリー、一人でも戦えるように。分かった。そこまで言うのなら君の実力見せてもらおうか。力のないものを戦場には出せない、当然のルール。ええ、分かっているつもりよ。なるほど。これでも決められないなんて。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ？なし。でも疑っているのか？シャドルーの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ふん、雑魚どもの慣れ合いか。私が手を下すまでもない。バルログ、行け。貴様らに似合いの相手だ。てい、幹部だからって調子に乗るんだ。てい、
泣いてみろ。俺たちギッチギチにしてやるぜ。ヒャイ帰り越しね。はい、うわ、行け。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが、君一人で何ができる？私は、一人じゃない！今度こそ、負けるわけにはいかない！アオレ、つぼみのままで治癒定めとは。影を追い求めるその目、その姿、美しい。そうだ、私は君の父を知っている。そしてその末路も。また会おう。君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの。ずっと二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。やつらは手強いぞ。分かっているわ。でも諦めない。これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰にも頼れないと思ってた。リーフェン。私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいに。なれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。